気がつくと私はピンク色の部屋にいた。そうだ、私は野々宮図書館にいるのだ。またあの夢。私は額のあたりを手でさすりながら小さくため息をついた。窓にかかる薄いカーテンを通り、朝の光が部屋中を照らし出している。ここに来てからというもの、毎晩のように同じ夢を見る。ロビーにかかっている無表情な女の子。あの少女が私に話しかけてくる夢だ。まあ厳密に言うと、話しかけてくるという表現は正確ではない。脅かされていると言った方が正しい。実際そのおかげで私は毎朝汗びっしょり。女の子が女の子の夢を見るなんて不健全だわ。そう性的に見てんのかな。ここ野々宮図書館での生活は奇妙なものだった。夜になると周りの森から薄気味悪い叫び声、多分野犬か何かだろうが聞こえてきたり、壊れた柱時計が急に鳴り出したり。野犬いるのちょっと嫌やな。眠りについた後ですらあの気味の悪い夢が追いかけてくる。まるで幽霊屋敷だ。ふと先日ここにやってきた鬼村巡査の言葉が頭をよぎった。ここには幽霊が出るからな。さな、困った時にやってくるのは大体鬼村巡査やからな。いけないいけない、あんな意地悪な警官の言うことなど聞くもんじゃないわ。もともと私は幽霊の存在など信じちゃいない。もっと言うと UFO もネス湖のネッシーもヒマラヤの雪男も信じていない。実際ネス湖のネッシーは作り話だったし、どんな不思議な現象も元をたどればそんなものだ。時計を見るとすでに午前10時を回っていた。昼までに少し本の整理をしておこうかな。私は一人そうつぶやくとベッドから降りた。私は身支度を整えるといつものように地下の書庫にやってきた。おはよう。誰もいないのはわかっているのだが、毎朝ここに来る時の習慣になっていた。本たちに挨拶する自分。まあ本たちにしてみれば私は新参者だし、それでいいではないか。実際書庫の整理は想像以上に大変なものだった。本は気が遠くなるほど莫大な量で、蔵書ロックを整理するだけでも丸4日かかった。おまけに大きさはもちろん、並びや系統はめちゃくちゃ。百科事典の第12巻があったかと思うと、教科書や洋書、果ては黒魔術がどうだとかいう怪しい本まである始末。これらを整理して分類し、きちんといつでも出せる状態にしておくこと。これが田所さんから私に与えられた指示である。さてやるか。この鏡ね。私は鏡に向かってつぶやいた。すっかり鏡に向かっての独り言も板についた感じだ。こうでもしていないと喋れることを忘れてしまいそうになる。時々こうが遊びに来てくれるが、それも毎日ではない。田所さんも2、3日に一度顔を出す程度。結構じゃないじゃん。2、3日に1回来てくれるってことは、まあ週 3? やな、週3ぐらいで来てくれんやろ?で、コウ君も来てくれるんやったら、まあ、コウ君と田所さんが被らんとしたら、週の半分以上は誰かがいる状態じゃないの。電話はあるが、そうそう長電話もしていられない。私は蔵書録を手にすると、本棚の前に立った。高い本棚にはしごをかける。私はゆっくりとはしごを登っていった。手近にある本を一冊手に取る。それにしても、野々宮というのは相当変わった人だったのだろう。何をしていた人物なのかはわからないが、それだけは確かだ。よくまあこれだけの
殺人に関する本を集めたものだわ。この一冊一冊に人の死が絡んでいる。それはこの書庫に収められている本と同じ数の魂がこの洋館にさまよっているということなのだろうか。例えば今手にしているこの本ですら。藤子、いるのか？突然バカでかい声が会場から降ってきて、私はひっくり返りそうになった。わわわわわわ。こんなところでのんきにお昼寝か？上からコウが覗き込んできた。いきなりびっくりさせないでよ。私は寝転がったまま答えた。一人で寂しいだろうと思ってね。お弁当買ってきたから食べようよ。まだお昼じゃないんじゃない？あと5分。いいじゃないか、ちょっとくらい早く立って。そう言って大きな紙袋を差し出した。ああ、いい匂い。どうせ朝食も食べてないんだろ？さ、手を洗ってこいよ。私は簡単に誘惑に負けてしまうタイプであった。でもさ、バス乗ってここ来るまでに1時間ちょいぐらいかかるんでしょう。2時間ぐらいだったっけ？大丈夫？夏場の夏場の1時間2時間お弁当って。私たちは談話室でコウの買ってきたお弁当を広げた。入れたての紅茶の香りが部屋中に広がる。最近はどうなの？コウが曖昧な質問をしてきた。何が？出るんだろ、ここ。私は紅茶をこぼしそうになった。何を出るって？幽霊だよ。藤子見たんじゃないの？ここら辺で三角押してみる？なんもないわ。やめてよ、そんな話。相変わらず変な夢は見る？コウが身を乗り出してくる。うん、まあ。私は思わず伏し目がちになる。コウめ、明らかに興味本位だわ。何しろ殺人や犯罪に関わった本ばかりだもんね。いつ幽霊が出てもおかしくないよな。もうその話は100回くらい聞いたわよ。私は聞き流すように紅茶をすすった。ねえ、藤子。コウが私をまっすぐに見つめた。藤子は幽霊って信じる？まあ、信じない方だって自分でも言ってたから、聞き返してみる？コウは信じてるの。私は逆に聞き返した。僕は信じてるよ。あ、そう。意外と純粋なのね。なんだよ、当たり前じゃん。幽霊とサンタクロースは昔から信じてるからね。この年でサンタを信じているのはかなり貴重だと思うんだけど。いや、冗談やろ。この年になるまでさ、サンタのネタバレ回避し続けられる人間おらんやろ。で、藤子はどうなのよ。サンタはいないと思うわ。サンタじゃなくて幽霊だよ、幽霊。幽霊ね。わからないな。でも私ね、数々心霊スポット行ってきたけど、幽霊見たことないしな。結構学生の時面白がって行ったけど、霊障あったことないし、幽霊も見たことないから私はやっぱ信じてないよね。私は曖昧に答えた。というより、真剣に考えたことがなかったのだ。チェ、話が弾まないな。あ、紅茶もう一杯くれる？はい。私はコーヒーポットを差し出しながら言った。でも、もしいたとしても、別に幽霊が襲ってくるわけじゃないし、それに悪さされる覚えもないわよ。さあねな、私も勝てると思ってんのよね。実体のないものに負ける気がせんのよね。向こうも触れないでしょ、こっちが触れないなら。わからないぞ。コウがカップを手にしていった。特定の人じゃなくて、世間一般を恨んでたら手当たり次第に襲うかもしれないし。それはホラー映画の中のことでしょう。幽霊ってもっと物悲しいものだと思うんだけど。私はコウに紅茶を注ぎながら答えた。
そうかな。コウは納得していない様子だ。あれ？コウがカップをテーブルに置いた。どうしたの？今玄関の方で音がしなかった？音？私はドアの方を向き、聞き耳を立てた。また田所さんじゃないの？外で鳥が鳴く声以外、何も聞こえない。っていうかさ、無防備すぎん？玄関の鍵開けっぱなしないな、私。コウの気のせいだろうか。古い家だからね。言うと、私はコウに向き直った。多分気のせいよ。あ？一瞬にして、私の目の前は真っ暗になった。スクリーム的な。ふと目を開く。誰かが私を見下ろしていた。田所さんかな、これ。あれ、私は一体。大丈夫ですか？あ、違うんや、田所さんと。と言ったのは、16、7歳と見える色白の少年だった。バランスよく整った端正な顔立ちが私を覗き込んでいた。ええ、あれ？私は？ここで倒れてたんですよ。床の上に大の字になっていた。どうしてこんなところで？ああ、私一人だった？ええ。でもこれがテーブルの上にありました。そう言うと、少年は一枚の紙を私に手渡した。ごめん、ちょっと藤子を脅かそうとして、最近流行ってる映画、シュークリーム3のお面を持ってきたんだけど、まさか気絶しちゃうなんて。本当にごめん。今度埋め合わせするよ。今日は用があるので帰ります。こいつマジちょっと、お前、おい、こう、お前ちょっとつらかせや。こおかしいやろ。これさ、気絶してる人間置いてそのまま出ていくとかある？万が一これ気絶じゃなかったらどうすんの？お前。こうめ。私は怒りがふつふつと込み上げてきた。今度会ったらとっちめてやる。罰金5万円な。私が言うと少年はプッと吹き出すように笑った。あら？この少年は？あ、少年は私の視線に気がつくと、こほんと一度咳払いをした。あの、突然すみません。何度呼んでも誰もいないようだったから勝手に。あ、いや別にいいのよ。私は少年をなだめた。何？起きませんか？少年がすまなそうに言った。そうね。私は少年の手を借りて起き上がると、ソファーに腰を下ろした。僕、都立赤川高校2年の高田澄夫と言います。高田澄夫くん？彼氏さん、楽しそうな人ですね。澄夫くんは、私が手にしている紙を見て微笑んだ。ああ、まあね。元気なだけが取り柄なのよ。そう言いながら私は、お尻に何か硬いものが当たるのに気がついた。あら、ソファーの上に一冊の本があった。あ、そうか。さっき下で整理を始めようと思って手にした本だ。そのまま持ってきてしまったのかしら。あ、ごめんなさい。私は不思議そうに見ている澄夫君に謝ると、本を脇に避けた。それであなたは何の用で来たの？実はここで調べたいことがあったんです。澄夫君は言った。ここで？はい。でもね、どこで話を聞いたかわからないけど、この図書館は普通の図書館とは少し違うのよ。知ってます。ああ。私は意外な返事に思わず聞き返した。ここでないとダメなんです。澄夫君の目は真剣だった。ダメってどういうこと？実は今度、学校の社会科で何か一つ実際に起こった事件について調べようということになったんです。へえ。もちろん、一人一人どれにするか決めて、その事件について調べるんです。変わった授業ね。
事件調べるって結構変わってるよね。私は弁当の残りをパクつきながら言った。それで僕はたまたま5年前に家のすぐ近くであった事件を調べようと思って。5年前ってどんな事件？一家心中です。スミオくんは言った。一家心中。はい。僕のすぐ近くの家の人がある晩4人首を吊って死んだんです。はあ。僕はその頃まだ小学生でした。だから詳しいことは両親も教えてくれなかったんですけど、近所中大騒ぎになって。パトカーやら救急車やらがたくさん来てたのを今でもよく覚えてます。そうなの。私は冷め切った紅茶を一口すすった。僕は今違うところに住んでるんですけど、何の事件を調べようかと考えてたら、ふと5年前のあのことを思い出して。それでここに来たってわけね。はい。一家が4人心中するなんて、子供も随分大きかったと思うんです、確か。どんなわけがあったのか自分の手で調べてみようと思ったんです。スミオくんの話し方は、その真剣さと熱心さが伝わってくるようだった。ただの好奇心というよりも、優れた記者のような目の輝きがあった。私は言った。ちょっと聞きたいんだけどで話広げる？ちょっと聞きたいんだけど。はい。スミオくんは爽やかに答えた。あなたはどうやってこの野々宮図書館を知ったの？でもここにその真珠に関する本があるっていうのは一体どういうあれなんやろね？僕、本に思い入れがすごくあって、なんていうか、この図書館に呼ばれたというか。図書館に呼ばれた。ええ、僕も不思議なんですけどね。なんだかここに来れば、僕の中のモヤモヤが晴れるような。そんな不思議な感覚なんですよ。スミオくんは笑顔でそう言った。確かに、この図書館は不思議な感覚が詰まっている。偶然とかではなく、例えばこの私も何かに導かれてここに来ているというか。うまくは言い表せないのだが、そう感じさせるのは、この洋館の持ち合わせている雰囲気というものだろうか。私には霊感なんてさっぱりなのだが、時々そう思うのだ。書庫に置いてある金色の蓄音機。古いはずなのに真新しく見える鏡。玄関にかかっている少女の肖像画。3階にある焼けただれた赤酢の間。洋館に転がる不思議なものを数え上げたらキリがない。藤子さん。スミオくんの呼ぶ声ではっと我に返る。ああ、ごめんなさい。何か考え事してましたね。いえ、確かにこの建物は不思議な感じがするわよね。よくわからないことは考えすぎてはいけない。で、ここで何を知りたいの？気を取り直してスミオくんに聞いた。聞いてきたんです。ここは、あの一家が心中するとき、踏み台の高さが足りなくて積み上げた本が送られてきてるって。そのエピソード、そこにまつわるエピソード自体はなかったけど、位置にあったよね、その。位置の時に確か田所さんかなんかが、ここの本例えば、その首を吊った時の踏み台にした本とか、みたいなんでさらっと触れるだけのものではあったけど、今回はそれが出てくるのね。積み上げた本、首吊りの踏み台に？そうです。その時、私の頭の中を一冊の本がよぎった。まさか。さっき書庫から持ってきた本。甲が来たので整理を中断したが、今朝書庫を片付けようとして手にした一冊の本。こんな偶然があるだろうか。不思議だわ。私はつぶやいた。何がですか？そこにある本よ。さっき。私が上に座りそうになった。はい。これが
あの一家の持っていた本だわ。本当ですか？偶然だな。スミオが声を上げる。あれ、急にスミオって言い出した。あれ、ずっとスミオくんって言ってなかった。偶然ならいいんだけどね。私はぼそっとつぶやいた。え？どういう意味ですか？あ、うん、こっちの話よ。まったく、コウが変な話するから、妙な想像を広げちゃったじゃないの。それは一冊の百科事典だった。見るからに相当分厚い。表紙は厚いカバーに覆われて、かなり頑丈そうに見える。そんなに使い込まれているような印象はない。私はそれをまじまじと見ながら言った。でもこれはただの百科事典ね。分厚いから首吊り台にはちょうどいいってことで使ったんじゃないかしら。それでもいいんです。だってその現場にあった本でしょ？まあね。そういう意味では何かの役には立つのかしらね。そう言うと、私はパラパラと本をめくってみた。もちろん、百科事典なんて取り立ててどうというものではないけど。あら！私は小さく声を上げた。どうしました？スミオくんが覗き込むようにして聞いた。ほら、ここ。私は裏表紙の内側のページを指さした。名前が入ってる。そこには女性らしい優しい文字で、ユキとあった。どうしてこんなところに名前など書かれているのだろう。スミオくんが本を覗き込んでいった。女の人の名前ですね。男の名前にも見えるけどな、トモキとか、ユウキとか。その一家にいたのかしら。いや、わかりませんけど調べてみます。その頃の新聞を見ればきっと出てくるだろうし。私はスミオくんに言った。何これ？いきなり何かを示唆してんねんけど。これ何？3番。きっと危ない目に遭うからやめた方がいいわ。え？スミオくんがびっくりした顔をして聞き返した。あなたが探してた本を偶然私が持ってたり、その本に得体の知れない名前が書いてあったり、これはきっと良くないことの前兆だと思うわ。私はスミオくんのためを思って言った。そんな。スミオくんは悲しそうな目をした。ここには死に関わった本ばかり置いてあるの。不気味だと思わない。でもどうしても調べたいんです。スミオくんは食い下がったが、私は首を振った。あれ？これ、待って、ゲームオーバーか、もしかして。私はここに寝泊まりしているだけで、毎晩おかしな夢にうなされているのだ。死の本に関わるなんてことをしたら、何が起きるか分かったもんじゃない。悪いけど、協力はできないわね。あれ、やばいかな、これ。ちょっと。スミオくんはがっくりと頭を垂れた。そうですか。スミオくんは立ち上がると、音もなく部屋を出て行った。ありゃ、ちょっと待って。いや、真ん中の選択肢と迷ったんよね。でもなんかちょっと、知ってる風やな、私、と思って選んじゃった、一番下。翌日。高田スミオくんのことが妙に気になった私は、彼のことを調べることにした。確か、赤川高校って言ってたわね。私は昨日の言葉を思い出し、受話器を取った。電話帳で調べ、旧式のダイヤルを回す。はい、赤川高校事務室でございます。女性が事務的な口調で出た。そちらでお世話になっている高田澄夫さんのことでお伺いしたいのですが、どういうご用件でしょうか？今やったら絶対こんなんで、情報くれへんと思うけど。参ったな。こういう時に口から出まかせは、こうの方が得意なんだけどな。親戚のものでして。私はその場で思いついた言葉を口にした。
こういう時は平静を装うことが大事である。何年何組かご存知ですか？確か、2年生なんですが、クラスまではちょっと、本人に代わりましょうか。これ以上怪しまれるのもまずい。昨日の件も気になるし、とりあえず。すみませんが、代わってください。私はそう答えた。お待ちください。続いて電話の保留音。どうしようかな。まあ話すことは何でもあるから気にすることないか。もしもし。あ？電話に出たのはのぶとい声の男だった。あら、すみおくん、電話だと随分声が違うわね。2年学年主任の花沢と申しますが。学年主任？高田すみおくんは？私がそう聞くと、その花沢という先生は、けげんそうな声で言った。今、うちのジムがいろいろと調べたんですがね。はあ。うちの学校にそういう名前の生徒はおらんのですが。何ですって？本当ですか？私は耳を疑った。本当ですよ。信じないなら、生徒名簿をご覧になってもらって結構ですよ。あ、いや、そこまでは。そうは言いながらも、私は動揺を隠せなかった。その高田すみおという名前はどこから出てきたんですか？いや、私は確かに昨日会って。とにかくうちにはおりませんから。そう言って、花沢という先生は受話器を置こうとした。待ってください。何ですか？とっさに私はすみおくんの話を思い出した。そうだ、レポート。そちらの社会科で研究レポートの提出をやってますよね。それで一家心中の、うちは新学校ですよ。2年になってまでそういう夏休みの宿題を出すわけがありません。私は開いた口が塞がらなかった。もうよろしいですかな。はい、どうも。私は礼を言って受話器を置いた。すみおくんがあの高校にいない。一体どういうこと？私は騙されたの。彼は一体誰なの？不思議なことに、その日以降、すみおくんからの連絡は来なくなった。私は彼から連絡先を教えてもらっていない。こちらから連絡を取ることができないのに。私が学校に電話したことを知ったのだろうか。それとも私をからかっただけなのだろうか。ユキと書かれたあの本だけが不気味に私を見上げていた。ゲームオーバーや。これさ、でもさ、なんか途中で三角ボタンを押すっていう謎のギミックが現れたことにより事態がどんどんややこしくなる気がするの、私だけ？8巻やって、多分これ一番最後の、一番最後にゲットするようなエンディングちゃうん。もう、知ったかぶりあかんねんな。